はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日の暗号通貨ニュースですけども、5月2日の朝7時ぐらいですね。この時間の暗号通貨を見ながらいろいろと話していこうかと思います。で、私の好きなコイン月光ね、コインマーケットキャップじゃなくてコイン月光、こちらですご覧ください。まずビットコインなんですけども、500万円台に入ったビットコインがまた600万円台を回復して、順調に700万円に回復する兆しを見せています。もともとですね、ビットコインが1ビット500万円を突破すると言われたのが8月1日の予定だったんで、まあ順調と言いますかね、順調すぎるぐらいの価格をつけています。まあこれでですね、500万円を切ることはもうないだろうなという形ですよね。まあ、これからビットコインを買われる方は、すごくね、小さい単位で買われることを考えていると思うんですけども、まだまだ私はね、ビットコイン値上がりすると思いますよ。分散型金融のね、ディファイっていうのがこれからもっともっと認知されていて、ビットコインの必要性っていうのが高まってきますからね。そして、ディファイに先行しているのがイーサリウムですね。ご覧のように価格が32万円でございます。私ね、これね、イーサリウムってね、100万円ぐらいにはなると思うんですよ。ですんで20万円以下で買っておけばもう御の字かなと思いましたんで、20万円で仕込んでおいたんですけども、おかげさまでね、今年に入って仕込んだイーサリウムも随分含み益を出て、含み益を出してくれてます。32万円ですね。これから買っても遅くないとは言いませんけども、やっぱりね、20万円前後で決断できなかったものを30万円前後で決断できるかというとね、なかなかそうはいかないと思います。20万円の時以上に先の見通しが掘れる方じゃないとね、できないと思いますんで、さらに購入が難しくなってきたんじゃないですかね。で、ちょっと下がってリップルですよね。リップルは150円とか120円とかに1回下がったんですけども、やっぱり200円目指してましたよね。私の場合はリップルね、200円ぐらいでも決済してもいいかなって気になってます。で、前回400円いってたんで、まあ400円を目指す気持ちはあるんですけどもね、十分私もね、42円とかで買ってますんで、42円で買った時もその後なんか20円とか25円落ちたんでね、それでその間が長かったんですよ。1年ぐらいその価格でしたからね、もうダメかなと思ったんですけども、まあ待てば回路の日和ありということで、リップルももう今ね、いつ決済しても含み益を取れるような状態になってきてます。まあ課税のことも考えるとね、半分取られちゃうこと考えたら大した利益ではないんですけども、それでもね、暗号通貨の世界で結局全銘から買っていけてるんじゃないかなということです。まあなんか途中ね、ちょっといい加減なあれですよ、 ICO に引っかかっちゃったところありますけども、でもまあまあ全然小傷ですよね。あんな数百万程度は、よし頑張るぞということです。じゃあ体のエーダです。150円に向かってますね。ちょっとこれだけ注目してみましょうか。147円で現在推移してるわけですけども、グラフ1イヤーを見てみますと、あれ変わんないな、1イヤーに、これか、1イヤー見てみますと、そうですね、ここ数ヶ月がかなりの高値をつけていて、もうね、100円を割ることはないだろうなっていう感じですよね。かつて体の値段150円でこれがやっぱ10ドルぐらいいくんじゃないかなって言われた時代ありました。2019年でしたかね。10ドルどころか今ね、まだ2ドルもまだ未達成ということでございます。でも全然期待できると思いますよ。じゃあ次はね、何でしたっけね、トロンですかね。トロン1回11円ぐらいになっちゃったんですけども、結局回復したじゃないですか。だからトロンってなんか日本で取引できるところがビットポイントぐらいしかなくって、ビットポイントで口座作ると1000円もらえるんでしょ。3000円か、3000分のトロンがプレゼントされるんで、そのトロンだけでももらっとけば、大いなるね、含み益を取れるんじゃないかなってことですよね。じゃあ、ジンフィンネットワーク行きましょうか。これが最後です。ジンフィンネットワーク何位になってるかな、しばらく見てないですからね。どこだどこだ、ジンフィンネットワーク出てこないぞ。え？もしかして、100以下に落ちたか？え、どこですかね、今。ああ、101位に落ちましたね。10円。まあ私10円割ることはもうないんじゃないかなと思います。割ってもね、7円8円で食い止まってくれるんで、ジンフィネットワーク、私が注目した時に2円とか3円でしたから、かなりの値段をつけましたよね。5倍ぐらいになったんじゃないですか？うん、すごいじゃないですか。だからここね、90日を見てみましょうか。ほら、5円の時があったんだ。あ、そうですね。90日ってことは3ヶ月前は5円いってなかったら2円3円ですよ。私が知ったのはこの2円とか3円の頃ですからね。十分利益出てるでしょ、ジンフィネットワーク。うん、だからやっぱこういうふうにね、今年の初めに私がこれとこれっていうふうに申し上げてたやつは、おかげさまで目標金額いってるわけですよ。ジンフィネットワークに関しましては10円を超えたらね、適正価格が20円から30円の間で私計算しました。計算の動画どっかで投げてますんでご覧いただきたいと思いますけども、まあ10円で買ってもいい、まあでもね、10円以下で買わないとダメなんですよ。こういうのは10円で買って20円30円になったところで2倍とか3倍でしょ。すごいことなんですけども、ただやっぱりね、値下げ圧力が出てくるんですよ、10円ぐらいになると。だから2円とか3円だったら値下げになっても0円になっても2円3円の損失じゃないですか。でも10円から5円になったら5円の損失ですからね。だからやっぱり買っておくべき時、そしてもうここを超えたら買ってはならないよっていうところね、
ブレイクポイントがあるわけなんですよ。うん、難しいですかね、やっぱりね。はい、ということでいろいろと申し上げてみましたけども、まあ言いたいことはですね、イーサリアム買っといてよかったなってことですね。あとジンフィンネット買っといてよかったなということです。で、最近ではそのトロンですよね、ビットポイントで口座開設をすればトロンがもらえるっていうキャンペーンに乗っかっといてよかったなってことです。その他は特に買っといてよかったって暗号通貨ないんじゃないですか。うん、今からだったらね、ちょっと私は今からだったらもう乗り遅れたなと思ったんで買わないですね。カルダノのステーキングぐらいかなと思います。これからやるんだったらカルダノのエーダを買って、そしてステーキングに参加する、これ一本じゃないかなと思っております。それでは本日は以上です。